椅子をかける第67章、島根県隠岐の旅2日目。浜吉丸の民宿でゆっくりと一夜を過ごし、豊田港からの出船。風とうねりはかなり落ち着いた模様。安全を最優先に磯へ渡る。日本屈指のマダイフィールドでいよいよ勝負の一日が始まる。おはようございます。隠岐の2日目の朝を迎えてます。昨日ですね、まあ風雨みたいなね、もう本当やりたいことができないですよね。あそこまで吹くと、その中でも一生懸命ね、なんかこうヒントになることがないかなって必死でやってたら、一匹来てくれましたね。マダイはやっぱりそんなに大きくなかったですけど、いい体しましたね。で、今日は徐々に天候が回復していって、風も止んでくる予報なんでですね、釣りやすい時間がね訪れると思うんですよ。で、昨日こう頭に入れて魚は動くよっていうのを頭に入れながら、あれのでかいやつ追いたいと思います。釣り竿です。ですね、大森っていう大きな島の、南側ですねに来てます。ちょうどですね、あそこ向こうの正面ですねが港なんですね。あそこから出てきて、で昨日はあの左側の向かい側にある松島っていう島の裏側にいたんですよね。で、ここに船が着いたんですけども、基本この右側にずっと岩場が続いてて、歩いてずっと行けますね。どっからでも釣りができそうな感じ。ただここはやっぱりちょっと出っ張ってる部分、潮が流れると釣りがしやすいっていうところですね。基本的にこう左もずっと岩場が続いてるんで、やっぱりこういう並びの岩場のちょうどセンターに位置するような出っ張りなので、地形を攻めれます。だからもう間違いないでしょうね。こっから広い180度の面をしっかり狙ってやりたいと思います。まずはここからいきます。よろしくお願いします。いただきます。よっしゃー、行きます。一投目、よろしくお願いします。祈りを込めて第一投。さあ、感動のエンディングはやってくるのか。いい朝日とともに一投目です。もうこの辺に泳いでるはずなんですよ。近くにワクワクして一投目です。めっちゃ楽しみ。椅子をかける第67章、島根県隠岐の旅2日目。拓也が狙うのは春の大型マダイのみ。ちょうど釣りやすいぐらいのスピードですね。ゆっくりっちゃゆっくりですけど、深瀬釣りをやるには悪くないです。ここはどうかってとこですね。昨日は相当魚っ気があって、思いのほか
餌取りだらけで手返しの釣りでしたけど、あ、なんか怪しいな、止まってるけど小魚が動いたのかな、早くも。だとしたら魚っき今日もここも多いってことになるな。朝一のタックルです。竿は2号、極小の2号です。 5.3m、 リールが5000番ですね。レマーレ5000、ミチートが5号、ハリスが5号、浮き止めの糸あり、絞り玉あり、浮きは1号、浮き下が今竿2本弱ってとこですね。のっけからもう1号使います。最近釣果がちょっとずつ上がりだしたっていう船長のお話があって、まあ基本的にはあのカゴ釣りの方が多いので、カゴ釣りでの釣果なんですよね。だ、沖へしっかり投げて浮き下をしっかり取って、深めに取ってっていうのがカゴ釣りのスタイルなんで、それで釣果が出てるっていうことは、やっぱり場所にもよるんでしょうけど、今のところは出てる釣果は大きい、深くっていうキーワードになってるはずなんでですね、僕は深瀬スタイルなんでそこまではやれないとしても、ちょっと近しいところやや大きい、できるだけ深め、まずこの竿2本からスタートして1号の力で一気に竿2本までは落として、浮き止めに仕掛けの重量が全て乗って潮に乗りながら、とは重り調整しながら、メインとしては潮の中を流していく。今日はね、風がもう予報よりも早くやみかけてくれてるんで、やりたいことはやれます。ちょっと浮き下を浅くしてみましょうかね。やっぱりな、これ引かれ潮なんや。これくの字になってこっちがメインで当たってきて外へ出るんけども、この右の岩場伝いからはの手前はこれ左に引っ張られてますよね、ここまで。だからそこに当たるから下に入りやすいんですよね。そういうことですね。ちょっと浮き下を変えます。やっぱり残らないので、逆にもうこれ以上浅くしてもね、もう一本半なので、ちょっと深くします。逆に 12m、 竿2本ちょっとまで一回深くして、何かが変わるか。上だけにいる餌取りが本命の棚に届くまでに触ってるのかもしれないですしね。残るまで待ってようなんて気長なことができるタイプじゃないから、スタートから深くしてみます。馬面さん、朝から何度も挿絵を盗み取っていたのはやはり馬面ハギ、この子ですね。はいはい、この子が上手に取るっすよ、かけらのすべてを。相当いるでしょうね。わかった、ぼんやりしとったことがはっきりしましたね。厄介な餌取りの代表といっても過言ではない馬面が無数に泳ぎ回っている。激流の中でもしっかりと泳ぎ、知らぬ間に刺し絵を取っていくのだから、苦戦するのも無理はない。
綺麗に馴染んでるけどな。相変わらず挿絵は残ってこない。わざと休憩を挟み、コマセを撒くのをやめることで釣り場をリセット。そうしてマダイと出会う数少ないチャンスを待ち続けた。ちょっと潮は遠くなったな。今だけかもしれないけど、なんか加えてるのこれ。ほら、あ、ウマヅラじゃないじゃないかこれ。こんな強いやつおらんやろ。棚のとこ行ったぞ。ちょっと引っ張れないですね今。棚の右サイド抜けた、抜けた、抜けた。あ、当たってる。まだちょい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 。これ糸ひとくてもむちゃくちゃできないですね。当たってます、糸が。よっしゃ、出た。よっしゃ、誰だ。これ手間浅いですよね。あ、お、おい、おい、美しいマダイです。昨日よりサイズアップしてる。おい、っしゃ。キュー。おーし。綺麗だ。おいでー。いるじゃない、いるじゃない。おお、あしあしあし、あし、よーし、よーし、マダイでございます。やった綺麗だ。合ってましたね、合ってましたね。よっしゃ、楽しい。やった、やった、やった。不安だったんですよね。なんかしっくりきてるんでね、しっくりきてるから、もうこの磯周りタイいるのかなって思ったんですよ。いた。いた。まあね、狙ってるサイズとはまだちょっと違いますけど、それでも40はねある感じの。いえ、すっごい綺麗。反転半端ないっす。うわー、うわ、会いたかった。とりあえず早くね。よし、繋がるぞ。確信に変わります。とりあえずありがとうございます。豊かな海を物語る美しいマダイ。淡い青がピンクのキャンパスに映える。惚れ惚れする体。全く挿絵が残らない状況の中、諦めることなく狙い続けた若者に沖のマダイが微笑んでくれたのであった。どうやって釣ったのか、どうしたら釣れるのか知りたい方は釣りビジョンクラブをチェック。クラブ会員にはもっと釣りが楽しくなるスペシャルな特典が盛りだくさん。釣りビジョンクラブ。